コーネリアス・ライアンコーネリアス・ライアンはアイルランド出身のアメリカ人ジャーナリスト。特に第二次世界大戦の戦士に関する作品で知られている。彼の最も有名な作品は、ザロンゲストで放題、史上最大の作戦と、エイブリッジトゥーファー放題、遥かなる橋の2冊である。両作品は1962年と1977年に、それぞれ映画化された。 アイルランドのダブリンに生まれたライアンは1940年にロンドンへ移り住み、1941年にデイリー・テレグラフの従軍記者となる。彼は最初にヨーロッパの航空船、次にジョージ・パットン将軍の部隊に従軍し、ヨーロッパ戦の終了までその戦闘を取材した。彼は1945年に太平洋戦線を、その後1946年に エルサレムで取材した。ライアンはタイム氏をはじめとするアメリカの雑誌の仕事をするため1947年にアメリカ合衆国へ移住した。彼はキャサリン・ボーガンと結婚し、1950年にアメリカ合衆国に帰化した。1956年にはザ・ロンゲスト・デイを執筆し始めた。それは出版後、直ちにベストセラーとなり、彼は続いて、 ベルリンの戦いに関するザ・ラスト・バトル放題ヒトラー最後の戦闘を執筆した。彼はフランスからレジオンドヌール勲章及びオハイオ大学から名誉文学博士号を与えられた。1974年にはエイブリッジ・トゥ・ファーが出版されたが彼は本のキャンペーン中にガンで死去した。世界ノンフィクション全集第21マ処方 S a s b 0 0 0 a j b c 2 h e 遥かなる橋上下早川文庫 a s b 0 0 0 a j 8 9 m e 上巻、ISBN 978から41億5000五十万573下巻、ISBN 978から41億5000五十万580最後の戦記ガンと戦った家族の1500日 早川文庫衛四41億6337万1109、ISBN978 から41億6337万1108、ヒトラー最後の戦闘、上下、早川文庫衛星 B000J7L9、T0 上巻、ISBN978 から41億5千5 0万801、下巻、 ISBN 978から41億5050万818。史上最大の作戦早川文庫衛四41億5050万1874。ISBN 978から41億5050万1877。ありがとうございます。